した空冷式航空機用レシプロエンジンである対戦後期の日本軍偵察機や戦闘機爆撃機のエンジンとして採用された中島飛行機が量産した最後の航空用エンジンであった1942年9月に生産が始まり爆撃機銀が偵察機再運戦闘機の疾風や支電改めなど 第二次大戦後期の陸海軍航空機にメーカーや機種を問わず幅広く搭載された。生産台数は形式ごとの生産数は記録が残っておらず詳細は不明だが、1943年は約200機、1944年は5400機、1945年は3150機となっている。誉れの名称は第二本帝国海軍で使われたもので、 略記号は NK9 である。また、大日本帝国陸軍では、波45と呼称された。開発当時の航空用、レシプロエンジンとしては、欧米の主流に近い離小2000馬力を発揮可能で、なおかつ同クラスのエンジンよりも小型かつ軽量であった。しかしそれと引き換えに高い生産技術が要求され、また、 戦況の悪化に伴う生産環境の悪化から、この要求を満たすことができなかった。さらに燃料や、潤滑油の質の悪化に起因する、エンジン部長、軍の整備に対する認識の甘さに起因する、問題など様々な悪条件が重なり、所定の性能を安定して発揮することができなかった。設計主任者は、中島の中川良一義師、中川義師は、 戦後に、プリンス自動車、日産自動車の役員を歴任、プリンススカイライン 2000GT-R、R380、383の発動機の設計にも携わっている。1930年代後半、中島は、ハゴ系、坂へ、森といった、空冷二重製型エンジンの開発を手掛けていた。1939年12月、これに加えて、 中川良一義志らを中心とする設計陣は、7シリンダー2列の14シリンダーエンジンの境をベースに用い、この前列と後列のシリンダーを2つずつ増やして、計18シリンダーとし、1シリンダーあたり100馬力以上を発揮させることで、サイズ、重量をそれほど大きくせずに2000馬力級の次世代エンジンを開発する計画を立てた。 栄えは1シリンダーあたり 70HP 程度を発揮するエンジンであった。これに対して目標とする1シリンダーあたり100馬力以上を発揮させるにはクランクシャフトの回転数を増やし吸気系統を改善、さらに高オークタン化ガソリンを使用してノッキングを防止するなどの対策が必要であった。さらにシリンダーヘッドの冷却フィン、 クランクシャフトとコンロッドの軸受け、クランクケース等にも、性能を限界まで引き出すための設計を試みる、こととなった。最終的に排気量 35.8L、初期目標出力 1800HP という小型、小排気量活大馬力の設計案がまとめられ、海軍に提示された。これに対し海軍内部では賛否含めて、大きな反響が起こり、結果、 海軍航空技術省と共同で官民一体の開発プロジェクトが立ち上げられることとなった。開発開始の1940年はアメリカとの緊張が高まっていた時期であり、誉れ開発の成否は将来想定される日米海戦の行く末に関わるものとして官民の精力的かつ速やかな作業が行われ過密なスケジュールだったにも関かかわらず予定より 半年早い1942年9月には生産開始に至った。従来はエンジン開発の開始から生産開始まで5年程度を要していたのに対して初期構想提案から本格生産開始まで3年以下という期間は異例な早さと言えた。誉れの設計はベースとなった栄の設計を引き継ぎ全体をコンパクトにまとめながらも 高出力化に伴って発生する諸問題を解決するために様々な新機軸を織り込んだ意欲的なものであった。ボアストロークをベースとなった境と同一の 130mm150mm としたことにより、エンジン直径は 1180mm に収まった。一方、シリンダーの前列と後列の中心間距離は、 冷却を良くするために、境の 150mm に対して 220mm まで伸ばされた。前列と後列のシリンダーは、正面から見て20度の位相差を持ち、前列シリンダーの隙間から、後列シリンダーが覗くスタガーという一般的な2列、空冷製型エンジンのレイアウトである。同時期に出現した、同等出力の2列空冷製型エンジンに対し、 誉れの排気量の小ささは顕著な特徴となっている。例えばアメリカの 2000HP 級エンジンである、プラットホイットニー製 R-2800 から9は 46L、ドイツの FW190 に搭載された、空冷星型エンジン BMW 製801も 41.8L である。このように当時の出力、排気量比の水準は 40HP。 L 台であるのに対して 50HP、L を狙ったホマレは極めて野心的なエンジンだったと言える。勝敗器量で高出力を実現するには、クランクシャフト回転数やブースト圧を向上する必要がある。そのために、ホマレでは理小回転数を、栄江21型の 2750rpm から 3000rpm に理小ブースト圧を、 栄二21型のプラス300水銀中ミリメートルからプラス500水銀中ミリメートルまで高めている。空冷エンジンでは外部の気流によるシリンダー冷却の良し悪しが性能に直接現れる。中島の戸田康明儀士が当時行ったシリンダーヘッドの冷却フィン構造と冷却効率の関係を調べた研究では冷却フィンは厚さ1ミリメートル 間隔 3mm、高さ 70mm 程度で配置するのが最も効率が良いという結果が得られていた。ただし、実現には、高アスペクト比かつ 1mm 厚の板状ものが密集している構造が必要となり、当時の鋳造技術では製造が難しいと考えられた。そのため、最初期に生産されたホマレでは、構造を厚さ約 2mm、 間隔約 4mm の冷却フィンとし、栄などと同じ砂型鋳造法で製造するものとした。一方、同時期に冷却フィンの研究、開発を行っていた、翔田飛行機では、植え込みヒレ方式という独自の鋳造法により、薄く間隔の狭いフィン構造の製作に成功していた。植え込みヒレ方式とは、あらかじめ製作しておいた一枚一枚形状の、 異なるアルミニウム合金製の薄いフィンをシリンダーヘッドの異型にはめ込んでおき、そこに煮込むことでフィン以外の部分を形成するという方法であった。海軍は戸田義士が理想としたフィン構造が実現可能なこの方法に注目し、誉れ21型から順次採用した。この冷却フィンは通常のフィンに比べ10セ15度程度シリンダー温度を下げることができたと言われる。 しかし、植え込みヒレ方式はフィンを鋳型へ植え込む手間がかかり、鋳造中に、型枠の取り外しを要するなど大量生産には、向かなかった。このため、戦争の進展に伴う、エンジン増産に伴って、住友金属工業が当時行っていた、ブルノー方式による、ピッチ5ト、mm、ル程度の冷却フィンに切り替えられた。これについては、諸説あり、 ブルノー方式は増産要請や動員による熟練校の不足による妥協的な代替方式であり生産効率が向上した代わりに植え込みヒレ方式による製品より冷却能力が低下したとする説植え込みヒレ方式はブルノー方式の生産開始までのつなぎであり本命はブルノー方式であったという説や変更による性能低下はなかったという説もある エンジン出力は、境のほぼ2倍になったものの、クランクピンの直径は、エンジン系と、コンロッドの軸受け荷重のトレードオフを緩和にした、限界的数値として 5mm しか拡大されなかった。このため、軸受けにかかる荷重は、最大で、境の38%程度まで増大することとなった。対策として、 中島と空気商による軸受けに関する特別チームは、コンロッドや、シリンダースカート周りの設計を洗練、精密化し、軸受けの厚さを、最大限に取ることで合成の向上に努めた。軸受け合金は、銅の量に対して、鉛18%とされ、これを、軸受けの裏金に組む方法も研究された。さらに軸受けの新エンド、軸受けを主コンロッドにはめ込む。 サイのはめ込み台、クランクピン寸法と、表面外、クランクピンと、コ根ロッド軸受け間の遊びの大きさといった、様々なパラメータが厳密に定められた。また理論と実験により、クランクピンにエンジンをイる用の油穴が設けられた。これは最適な形状と配置が選ばれ、潤滑と冷却を兼ねたものである。これらの結果、 軸受け荷重が大きいものの、試験段階では高成績を収めた。エンジンの中央部を覆うクランクケースは軽量化、合成工場、薄肉化による内部スペースの増大を狙って、従来のジュラルミンの炭造ではなく、クロームモ森部電工の炭造を採用した。これは日本のエンジンでは初めての試みである。そのために試作を受け終える企業がなかなか見つからず、 中島の本拠地の東京から離れた大阪の住友金属工業に依頼している。出来上がったケース圧は3ミリメートル程度となり、初期に想定されたよりも少々分厚くなったものの特別な問題を引き起こすことはなかったと言われる。なお、試作後のケースの量産自体は中島の工場で行われた。誉れはもともとエンジンに 出力の制限を強いるノッキングへの対策として、億単価100の、ハイオクタンガソリンの使用を想定していた。しかし、当時の日本は100オクタンガソリンや潤滑性能の、高い鉱物系潤滑油の供給はほぼ全てを、アメリカを筆頭とした輸入に頼っていた。そのため、インドシナ新中以降の日米関係の悪化による、航空機用ガソリン類の禁輸により、 100億ンガソリンや高性能潤滑油自体が入手困難となった。そのため、当初から低億炭化ガソリンでのノッキング対策を考慮しており、水とメタノールの混合液を吸気系路内に噴射する装置を搭載できるようになっていた。この水メタノール噴射装置には吸気を冷却して、シリンダー内に入る混合儀の量を増やす効果とともに、 異常高温によるノッキングを防ぐ効果があるため、91億単ガソリンと合わせて使用することで、理論上は100億単ガソリンと同様の効果を得られると見込まれた。他にも、低億単ガソリンで運転した場合の異常高温対策として、点火プラグの熱化の向上、燃料分布の改善なども順次行われていった。幸運は、マレが会長ならば、 時速 600km 以上の速度を発揮したホマレの高性能に注目した軍部は直ちに当時開発中の主要軍用機への搭載を決定した。以下にホマレが搭載された機体を挙げる。海軍陸軍このうち市電改めと4式戦闘機は対戦後半に飛躍的に高性能化が進むアメリカ軍の戦闘機とも対等に渡り合うことができた。日本製では 数少ない高性能戦闘機であった。資伝改めはその性能特性から、本来の開発目的である爆撃機迎撃よりも、本来の目的外の制空任務に多く用いられ、前線では冷戦の後継機として、軍関係者の間では認識されていたという。また疾風は、文字通りに主力機としての任を果たした。また偵察機であるは当時実用化された。 日本製軍用機の中では最速の部類に属し、交渉最高度が時速 611km のアメリカ海軍の F6 回を振り切ったという逸話も残している。前述の通り、米国からの石油類の供給が途絶えた結果、対戦の全期間を通じて、億単価87から91のガソリンや、金融前にストックしていたアメリカ製潤滑油、 あるいは使用済み潤滑油を処理した再生潤滑油が中心となった。まず当初予定した出力を発揮しにくくなり、さらにシリンダー温度の異常上昇が報告されるようになった。そのため、軍部ではエンジン回転数とブースト圧に対して制限を課した。海軍の誉れ搭載機である銀河を運用した元攻撃第405飛行隊長の鈴木明。 五ロ体隊は、当時の A91G は A87G 程度、また A87G は A85G 程度の質に低下と証言しており、燃料の性能が額面割れを起こしていた可能性もある。対策として、水メタノール噴射装置が搭載されていたものの、整備が難しく、調整が不十分な場合は、水メタノールが各シリンダーに均一に分配されずに、 特定のシリンダーにノッキングが集中、その結果点火プラグを焦損しエンジンの不調をもたらすこともあった。航空91機発油の気発性の悪さから燃料の不当配分も起きており、抜本的な解決が期待できる。低圧燃料噴射装置は実機に装備され、テスト段階には入っていたものの、完全な実用化が果たされる前に終戦となった。 誉れ搭載である4式戦闘機において、明けの陸軍飛行学校の夜、報告書では故障原因は、電気系統と潤滑油機因の2点のみを挙げられており、飛行第47、第104戦隊では支給された、再生潤滑油を使用せず在庫の米国製、潤滑油を使用していたことなどから、潤滑油の品質が悪化したこともエンジン性能を下げていた可能性がある。 また各部への負荷増大の対応として、潤滑油ポンプ圧力が引き上げられており、その結果各所からの潤滑油漏れが増大し、操縦者は燃料だけでなく潤滑油の残量にも気を配らねばならなかった。天雷の試験飛行における一定高度以上での油圧低下に対し、中島社内による緊急の原因究明が行われた。天雷は、 二足化球器の湿式多板式ディスククラッチで発生するスラッジの除去対策や過加重を受けるクランクシャフト周りへの潤滑対策に用いた潤滑油循環量増加のためにポンプ容量を増大しており油圧系統にかかるポンプ圧力も増大していたしかしこれにもかかわらず油パイプ系やポンプ入り口の口金が小さく パイプが長すぎたことで内部に真空部分が生じ、それが一定の気圧以下でポンプの吸い込みを阻害していた。ただし、これについては原因を念頭に置いた上で潤滑系を変更し、高度上昇による油圧低下は解決されたと言われている。当初懸念されたコンロッド軸受けの過,過重による故障も起こり始めた。これに対して軸受け材表面の鉛メッキ。 クランクピンの研磨による仕上げやラドの向上、クランクシャフトの変形に合わせて、軸受けの形状を微妙に変える等の対策を施し、一応の解決を見ることができた。またプロペラ原速機の軸受けも焦損を起こし、その鉛の比率を20%から30%にするという処置を行って、解決を図ったが生産現場に間違って15%と伝えられており、 4式戦闘機の試作機で焼き付きを起こしたという事件もあった。総じて、銅をはじめとする金属の使用制限は、軸受け全般の不具合を頻発させ、中島ではその対策に最後まで煩わされたと言える。この他にも、ピストンリング、バルブカム、バルブスプリング、発電機などの部品について、負荷の増大に対応したものが確保できなかった結果、 耐久性不足で破損するという問題があった。また、強小なスペースに取り回した電気配線の被覆がエンジンの熱で焼けて絶縁不良になるなど細かなトラブルも多発し、誉れは整備員泣かせであったと言われる。生産が始まってしばらくした頃、誉れを搭載した試作機でエンジンの出力が交渉値を大きく下回っていると指摘されたことがあった。 これに対する中島での調査により、旧廃気ポートや、旧機系通路の胃物の型崩れが、出力低下の主因となっていることが発見され、胃型を見直しての改善により出力が回復したと言われる。部品のぶどまりの悪さは深刻で、中造・炭造のみならず切削加工においてもぶどまり率が10%を切ることがあり、 総合的なぶどまり率が1%まで落ちたことすらあった。1943年から1944年にかけて海軍軍需工場の技術指導を行った渋谷隆太郎や河村博史たしかはその原因を性能第一とし製造上の困難は努力で解決しようという中島の気風や設計者の資料不足。 数を優先する乱雑な作業や型の崩れた木型を使い続けるといった無頓着さを含む工場の問題、さらに十分に設計を煮詰める前に量産に移った点などを挙げている。対戦後期に登場した日本軍の機体の多くで、誉れが搭載されていたことや整備も含めた所定の条件を満たした誉れと、その搭載機は初毛の高性能を示し活躍。 また、日本軍で唯一実用化と生産された2000馬力級エンジンで、あることや戦後にハイオクタンガソリンと、高品質潤滑油や、高熱化のプラグを使用して、誉れを調査したアメリカ軍は、本エンジンに高い評価を与えていることから日本を代表する、航空機エンジンであると、評価されている。こうした経緯から、日本の航空技術が生んだ奇跡のエンジンと称される。 こともあるその一方で、すでに生産効率や品質管理の考えを導入していた欧米とは、反対に、本格的な生産が開始された、戦争後期に生産された誉れは、事実上信頼性設計を考慮せず、性能面を追求し様々な新機軸を織り込んだ、意欲的な設計から来るいくつかの不具合や、生産現場の品質管理に起因する問題。 当時の日本製エンジンに一般的だった軸受け合金や点火プラグに起因する不具合にも例外なく襲われていた。また、烈風の試作機のテスト結果や信頼性の問題が頻発した例を挙げ、欠陥が多いエンジンという相反する評価がなされることもある。欧米では2段2足のスーパーチャージャーを搭載し、高度9000メートルでも安定した性能を発揮する。 マーリニエンジンや燃料噴射装置と無断変速の下級機を備えた DB601 などが安定した品質で大量生産されメーカーが詳細な整備マニュアルを現場の意見を反映して改定することで稼働率の維持と負担軽減を実現していたよく誤解されているが当時の日本軍にもマニュアルは存在しており現にメーカーが整備員向けの公式マニュアルを用意した 坂井エンジンを筆頭に各エンジンごとにマニュアルは用意されていた。実際、戦争初期に快進撃ができた一員はメーカーで研修を受けた整備員や熟練整備員を多数揃え安定した稼働率を発揮したことも大きい。ところがマニュアルをもとに教育指導をするというよりは熟練整備員による実地指導に依存する傾向があり、 整備教育の手法に問題があった。また、玉砕により、不評のみならず熟練整備員などの支援要員も失われていったため、相対的に整備能力が低下していった。その上、頼みの綱のマニュアルも、内容的には、整備方法やエンジン構造を書いたマニュアルに相当するものではあったが、他国のような未成熟な整備員でも、容易に理解や習熟できる。 マニュアルという概念で作られたものはとは言えず、あっても正しく活用されない面もあった。講述する仮リア商位注意の部隊や不要部隊のように、マニュアルを正しく読解できる人員が在籍する、部隊やメーカーで研修を受けた人員が在籍する、部隊では、稼働率が安定する傾向であり、結果的に指導者の理解度や技量に影響を、受け部隊ごとに稼働率が異なるのが普通と、 なってしまった。このため、カタログ値だけ見れば高性能であったが、それを発揮できた例は少なかった。当時の日本の工業界は、国家総動員法により、大量生産を意識した体制舵事を切り、その一環で企画化やマニュアルの導入、生産ラインの機械化も実施されてはいたものの、他の主要産戦国のような企画化や、品質管理が不徹底であり、 結果的に熟練工に依存する生産体制となってしまった。その影響もあり、海鮮人は戦前に生産されていた分のおかげで大量生産しなくても需要を満たすことができ、海鮮後も中期頃まで熟練工が多数いたことや需要と供給のバランスが保っていたため、その時期に生産された完成品はぶどまり率が高い傾向であったが、 戦争後期になると生産能力や物資不足の問題が表面化。戦局の影響で需要が急拡大したため供給不足に陥った。また、熟練校が徴兵され代わりに学徒勤労動員を筆頭とした素人に生産させる状態になったことで完成品のぶどまり率は低下。その上、生産数を減らして品質を確保するより、 生産量を確保することを優先するなど、発揮できる、生産能力以上の生産を実施したため、蘇生乱造を招き、ぶどまり率の低下に拍車をかける原因となった。対策として、代用材料の使用や、部品製作の簡略化が図られたものの、焼け石に、水程度の効果であり、また、アメリカ軍の空襲により生産施設が破壊された、ことによる、 ブドマり率の悪化も起き、どのような理由にしても、戦争後期は品質の悪化の一途をたどる状況であった。こうして、本来の性能を発揮できない不完全な誉れが数多く出荷され、結果的に搭載機の性能不足や稼働率低下を引き起こすこととなった。稼働率低下の一例を挙げると、 1945年7月の松山基地の偵察部隊では保有していた、西雲16機のうち作戦可能機はわずか2機に過ぎず、1機は故障、残りの13機のうち8機までがエンジンの調整、整備に追われるというありさまであった。当時、冷戦の後継機として開発中であった烈風の主任設計者である堀越二郎義士は同機のエンジンとして、 誉れを搭載することに反対していたが、それは、エンジン品質の低下による性能の額面割れを危惧、したからだと本人が証言している。実際に誉れを搭載した烈風の試作機は、大幅な性能不足で、三菱内で、エンジン出力を測定したところ 1300hp、6000m 程度しかなく、さらに同時期に製造された誉れ搭載機の速度。 上昇率を調べたところ交渉値よりも低下しており、いずれも烈風の試験結果に対応していたと報告されている。中島飛行機では、誉れにも公式マニュアルを用意していたが、教育体制の不備により活用できた部隊は少なく、現場でも故障しやすいエンジンというイメージがあった。例外として、飛行第47戦隊付け整備式班長、 仮や消費注意によれば、油圧低下や燃圧触れは、ポンプ吸入側の空気吸い込みが主原因であるのに、これを収め直せず放置すると、エンジン内部故障になり、誉れはすぐに故障するとなるが、それは事故の怠慢を転下に公表しているようなものであると、表した。誉れの整備にも、特に、秘策はなく定時点検整備を。 時間管理表に従って、マニュアルに少し手を加えて行うことにより、在体稼働率100%を、維持を終戦まで維持したとのことである。また、47戦隊では完成にはない、整備式小隊を独自に組織していた。これは、全般の技術指導、各整備小隊間のコントロール、対外連絡、資料の作成や収集などのエンジニアリングを行う、ものであった。 優秀選抜兵による第四小隊は作戦から独立して故障修理にあたり手のかかる故障機等を迅速に戦列復帰させた整備兵員への教育も徹底され日々の整備を実地の訓練として各整備小隊長は整備隊長の教育実施計画のもと毎日の教育実施結果を整備隊長に報告し幹部整備員は 隊長の教育を毎週あるいは適時に受け、課題にリポートすることが義務付けられた。これらにより、移動や戦闘などの損失を受けても整備員の質が維持されるなど、欧米に被験する体制が整えられた。陸軍では、伝統的に手すき時や最前線進出時には、搭乗員も整備を行っていたが、47、戦隊ではさらに組織化され、 搭乗員に、機体整備の情報共有への参画が命ぜられた。そして、船隊長以下の、全パイロットも適時に整備から、取り扱いの研修を受け、時期の不具合はデータを付して、整備に提出することが徹底された。このような統制一体の協力により、配色濃厚な中にあっても、終戦まで、兵器の質が維持されたのである。カリアによれば、 47戦隊で100%働いたエンジン型部隊で動かなかったのは日本陸軍の整備教育が間違っていたからであり疾風のせいじゃないと回想している実際エンジンの種類は違うものの液冷エンジンの厚さもエンジンの整備に悩まされたという共通する点がありそれを搭載した彗星も稼働率の維持に悩まされただが 水星の整備に熟練した人員がいた部隊の水星に関しては不調の頻度が低い傾向であった。また、それを主力とした不要部隊では工場技術者による整備の直接指導により整備能力が向上し、液冷型水星の整備状況が改善した結果、少なくとも整備不良による不調の頻度は低下している。以上のことから、 ホマレにしろアツタにしろ、整備が徹底されていた部隊では、稼働率が安定していたとされており、カリアの発言の根拠を補強する結果となっている。ホマレの書く方を試作、計画のみのものを含めて以下に列挙する。内は、陸海軍統合名称、あれば海軍略記号の順に記載している。なお、派45は、ほの陸軍向けであるが、潮や保機類は、必ずしも、 海軍の誉れと同一ではない。誉れ搭載機には、オリジナルのエンジン付きで現存しているものもある。また、エンジン部分のみの保存例もいくつか存在する。以下に、それらを、保存施設ごとに紹介する。南レクに現存する、自伝改め。実物の誉れが装着されている。ロンドンサイエンスミュージアムの誉れエンジン。ありがとうございます。